はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見て、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、長男から移ったインフルエンザ B がやっと今日のね17日でね、外出禁止令が解けました。解けたと言ってもですね、僕は特に外出する予定というのはありませんけど、しっかりね、体を休めましたので、ある程度は回復はしております。でもこうね、病み上がりというのはやっぱりこの前回のね、インフルエンザ A の時も感じましたけど、こう体とね、心にね、こうギュッていう、こう締まりがねありません。こうね、早くこうふわふわっとしたの体からね、こう脱出したい感じもしますけどもね、はい。あとはね、口内炎がね、痛いです。完全に悪化してますね。これはもう前回のインフル A の時も同じだったんですけどもね、痛いです。ひどくなりました、本当に。もう食材に薄く塗られたケチャップのね、こう酸味でね、もうギューッと飛び上がるほどの痛さだったんですよ。はい、すごく痛いです。でもね、本当にこの程度で済んだので良かったですよ、本当にね。我々のようなね、白血病やね、がんなどの基礎疾患というものを持っている人間は、ただの感染症であってもきっちりとね、治療をしておかないと、今回のようなね、この呼吸器系の病気はね、悪化してしまうと、肺炎になって、それが重症になるとね、入院しないといけないほどになりますのでね、こういうのはもうやっぱりね、自力で治せるとは思わずに、すぐにね、病院に行って検査を受けて治療を行ってください。ちなみにね、次男も今なってるんですけどもね、次男の状態もすで、に熱は下がっておりまして、元気になってきてます。僕より元気です。あとはね、学校に登校できる日までの外出禁止令というのがね、その期間をね、我慢するだけです。次男はね、20日まで、今日が17日やから、月火水、17、18、19、20、月火水、木、ね、木曜日までね、木曜日が登校してもいいよっていう日なんで、木曜日まで我慢するだけです。はい。という感じの1週間でございましたけどもね、まさかまた僕までね、移ってしまうとはね、2回目ですしね、ほんでね、移ったのがね、もう思ってもみませんでしたけどもね、同じ屋根の下で生活をしてたら、仕方ないことかなと思います。ねえ、もう基礎疾患というのは本当に厄介ですわ。ねえ、でその基礎疾患というのは、現在、この日本のね、厚生労働省からこう、示されているものの 病気というのはですね、慢性的な心臓病、で血液の病気、で、免疫の機能が低下する病気の中で、治療の悪性腫瘍を含むものっていうのを言いまして、で他にもですね、糖尿病かで、代謝性疾患というのがあるんですけど、それも含まれております。でそしてね、これらね、他にもあるんですけど、代表的なものはこの5つぐらいなんですよ。でこれらの人たちに共通して言えることは、どれもね、免疫力が低いということなんです免疫力低いからやんけと思うんですけどもね、そりゃそうなんですけど、ちなみにね、この逆っていう場合の免疫力が高い人たちっていうのは、
まあ、これらの基礎疾患にはなってない人ですし、でもちろんね、インフルエンザがこう流行してても、ならない、かからない確率が高いんですよね。だからまあ普段からね、健康的な人というのはきっとかからないんでしょうけど、まあうちの子らっていうのはなんでなんでしょうねって感じですわね。A も B も次男なんか離れやがって、僕もそうやけどってね感じですけども、まああのね、インフルエンザの感染経路ってね、北米の、とある地域のとある生物の体の中に存在していて、でそれがまあ発症、そこの地域のそいつらが発症源なんですって。で、まあ、その、とある生物から別の生物にこう移って、で、まあ、食物連鎖的なことを繰り返したりでして、やがて、人間にたどり着くことはあるんですけども、でもそれの多くっていうのは、食事を介しての場合ということになりますので、それが原因やったら僕が先に発症しててもおかしくないはずなんですよね。うん、ね、もう同じもん食うてんのにね、なんでやろうなと思うんですけどもね。でもね、やったらほんまにそれ奪われたら別に子供らの方が強いのに僕が先になってもおかしくないんじゃないかなって思うんですよ。うん、まあね、何なんでしょうかって感じなんですけどもね。でもまあね、今回の件で学んだことというのは、高熱が出たらその時点で隔離をしておくべきでしたね、と思います。ね、まあ、せめてね、この免疫力がまだ低い僕だけでも、ね、別の部屋で寝るということぐらいのことはねしておけばよかったと思います。はい、まあ、次回こそはね、ならへんかったらいいだけなんですけども、まあ、次回こそはねそういうことがあったら、徹底して僕は別の部屋で寝ようと思いました。はい、はい、今日はね、ちょっと短いですけどもね、そんな感じになります。はい、もう引きずりましたよね、引きずってる、まあ、うん、まあでもね、鼻声ズルズルはまた悪化してるよなと思います。でもまあ口内炎がねすごく痛いんで、またね食事もね優しい柔らかいもんからね、食べなきません。でね、もう口内炎がねひどくなったらね、またね歯も弱なってくるんですよ僕。また詰め物が取れているところもあったしね、でここは取れへんやろうって思ったらね、奥のね、右下の奥の詰め物を取れてるんでね、これはちょっとね、また硬すぎるものはちょっと噛めずになってきてるんでね、次の歯医者は、ほんまは今日やったんですけども、ね、今日はね、まあ、僕も今日がアケビで、インフルアケビで、次男を見なあかん日だったわけですからね、今日は行けなかったんですよ。なので、次がね、なんとね1ヶ月先の5月の、ま、末か半ばぐらいの日しかね、歯医者の担当の先生がよく取られへんくなったということでね1ヶ月先になりました。はい、まあその日までねしっかり、口腔ケアも兼ねて口腔ケアもしっかりして、頑張っていきます。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。